アンパンマンのピカリンミニライト。今日紹介するのは誰？お、白っぽい。お、M の文字は、そう、メロンパンナちゃんでした。袋から出して。おまけのラムネも出して。スイッチオン。顔が少し光ったけど、ちょっと分かりにくいかな。電気を暗くして見てみると、お、すごく分かりやすくなった。オーケストラの指揮者さんみたいにメロンパンナちゃんを振って指揮をしてみよう。暗い中でもへっちゃらだよ。アンパンマンを連れてきました。何をするのかというと、そう、ピカリンライトは2つ合わせて遊ぶことができるんだよ。こうやって2つを合体させて1つのペンライトみたいにして遊べるっていうことです。消したり、2人でまた指揮者ごっこ。明るくなった。楽しかった。みんなも遊んでみてね。ピカリンライトは他にも種類があって、そちらの動画もあるから、ぜひぜひチェックしてみてね。アンパンキッズ TV では他にもたくさん楽しい動画もあるよ。またねー。